はい、どうもマッスンでございます。今日からですね、新しいキットに取り掛かっていこうと思っています。で、今回作ろうと思ってるのは、ちょっと置くとこですね。よいしょ、い、これだ、じゃじゃん、フェラーリ360モデナ、これを作っていこうと思います。あの、例のごとく、あの、箱はクタクタですね。なんかどっかで多分、メルカリかなんかで中古で買ったやつ、だいぶ前に買ったやつだと思いますけどね。はい、これ、イエローバージョンですけどね、今回はね、イエローバージョンのキットを組んでいこうかなと思ってます。で、色目なんですけども、まあ、黄色で組んでもいいんですけど、ちょっとね、今回は、これでいこうと思ってます。ブルツブルー、フィニッシャーズの塗料ですけども、あのね、言うと紺色ですね。紺色、こんな感じ、紺色、ちょっとしっとりめので、内装はタンで、またタンなんですけどね、この間のなんだ、ポルシェと一緒なんですけど、ちょっとタン色、まあ、濃いめのブラウンっぽいような感じの内装でいこうかなと思ってます。はい、何で見たんだったかな、大ニュースかなんかで、紺色のフェラーリを20代の人が買って、こうコラム書いてるみたいなのがあって、それを見てですね、あの紺色の360とかめちゃめちゃ渋いなと思いまして、はい、ちょっと今回紺色で組んでいこうかなと思います。あの、濃い色ほど研ぎ出しとか難しいので、あの、そこはちょっと頑張ってやっていこうかなというふうに思います。で、私、このモデナーはですね、多分今まで組んだのが6台か7台組んでますんで、毎回ちゃんと仮組みをしてたんですけども、1回もダメ、なんか修正したことがなくてですね、今回はもうストレート組み、開けて部品を洗ってからも速攻組んでいこうかなというふうに思ってます。はい、じゃあちょっとね、開封レビューから先やっていきましょうか。まあ、どんな部品が入ってるかということで、箱になんとなく書いてますが、ちょっと見ていきますか、せっかくなんでね。ボディとリアのエンジンフードで、サイドステップっていうんですかね、からリアのホイールハウスにかけての部品で、クリアパーツですね、フロントウィンドウ、今回の360モデナーも窓パーツは別体になってます。こうカパッとはめるタイプじゃなしに、1枚1枚貼っていくタイプになっています。で、シャシーと内装ですね、まあ、バスタブっていうんですか、内装のところで、シート、ドアの内側、内装部品で、まあ、ハンドルとかそういったのがあって、あとは足回りのブレーキとかそういう部品と、エンジン周りで、ホイール、これはメッキパーツですね、はい、というような部品構成になってます。で、実車の写真とかを見てますとですね、やっぱりホイールはどうやらメッキじゃないんですよね。ちょっとシルバー塗ったような、なんていうんですか、ラメ系というかメタリック系のクロームって感じじゃないんですよね。なんで、これは一旦メッキを剥がしてからシルバーで塗装するという工程を踏んでいこうかなというふうに思ってます。はい、で、目標の期間は、3週間でいきましょう。20日間でなんとか研ぎまでやってですね、形にしていきたいなというふうに思ってます。まあ、特に改造とかもするつもりないんで、スススッとやっていけば十分に組めるかなという、まあ、設定ですね。はい、これでやっていこうかなと思います。で、ちょっとね、今回シートが純正のシートが入ってるんですけども、エンゾフェラーリのジャンクパーツがありまして、バケットタイプのシートにちょっと置換を、置き換えを、そこだけちょっとやっていこうかなというふうに思ってます。タンのね、革張りのバケットシートで、こうヘッドレストのところにフェラーリの刺繍が施してあるようなバケットシートがこれに入ってたら、なんかね、当時オプション、メーカーオプションあったらしいですね。新車時に選べる一脚何十万らしいですけどね、そういう設定があったみたいなんで、ちょっとそれに寄せてやっていければなというふうに思ってますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあ、せっかくなんで、いつもの恒例の
車紹介やっていきましょうかね。はい、フェラーリ360モデナということで、1975年のパリサロンでデビューした308 GTB 以来、フェラーリの主力モデルとして進化を続けてきたミッドシップ V8 型、 V8 8気筒ですね、ベルリネッタクーペ、その5世代が99年のジュネーブ賞で発表された360モデナ。クラシックフェラーリのデザインモチーフを生かして、躍動感あふれる面で構成されたフォルムは、長年のフェラーリのデザインを手掛けるピニンファリーナが担当しました。それまでのフラットなエンジンカバーに変えて、ルーフ後端からスムーズに下がるハッチゲートを採用し、ここですね、そこにガラスがはめ込んで外からエンジンが見えるという演出が施されているのも大きな特徴、このモデナからなんですね。フェラーリ430とかエンツォフェラーリもそうですし、 F50 とかもそうちゃいますかね。まあでもちょっと違うのが、リアカウルごと開くのじゃないので、リアのエンジンのフードが開くということで、はい。で、アルミ製のボディ、あ、アルミなんですねこれね。日本車でいうと NSX とインサイトとかですね、初代ホンダのインサイトとかぐらいですかね。アルミのボディ珍しいです。軽くて軽量化に、まあ、効果があると。で、高い剛性を持つ総アルミ製のスペースフレーム構造が隠され、さらにサスペンションアームやリアサブフレームなどにアルミ材を多用して軽量な車体に仕上げられています。はい、で、風洞実験により、まあ、空力特性も磨き上げられてますということで、エンジンはミッドシップに縦置きされる 3.6 リットル90度 V8 DOHC5 バルブエンジン、まあ、この 3.6 リッターというのが360の名前の由来ですかね。はい、で、可変吸気システム、可変バルブタイミングなど電子デバイスにより400馬力のハイパワー、 NA ですごいですね、 3.6 リッターしかないのに400馬力ノンターボで400馬力のハイパワーと低回転での熱いトルク特性を実現しました。スロットルコントロールは電子制御、ドライブバイワイヤーが採用、また6速ミッションに加え、クラッチ操作なくしてステアリングホイールの裏側のパドルでシフトアップダウンの操作が行える F1 仕様も用意。今はマニュアルの方が人気らしいですね。中古市場はこの F1 っていうのを壊れると非常に大変みたいで、マニュアルが人気みたいです。はい、しかも電子制御スロットルとの組み合わせによってシフトダウン時には自動的に回転数を上げてスムーズなギアチェンジ、なんかダブルクラッチみたいなことをするんですかね、自動的に。フェラーリの持てる最新技術を注いで開発され、創始者エンツォフェラーリの生誕の命地を与えられた360モデナは21世紀を担うスーパースポーツとして、世界中の自動車ファンの、なんて読むかな、注目を集めたみたいなことが書いてありますね。ほいほいほい、これちょっといつか実車をちょっと所有したいなとか思うんですけどね。これね、なかなかね、踏ん張って買っても買った後大変なんですよねただ360モデルは確かタイミングベルトが室内から変えれるんですね。シートを外せばこう裏側のところにこうメンテ窓みたいなのがあって、そこをパカッと外すとエンジンを下ろさなくてもベルトが変えれるというような、なんかそういう仕様になってるみたいですね。はい、というようなことです。で、窓のマスクシールが入ってます。これあると非常に楽ですね。あとは表面しっかり覆って裏から半艶の黒を塗れば窓が綺麗に仕上がるんで、これ非常に便利です。で、タイヤはピレリのタイヤが入っているということですね。あの、バリも少なくてもうこのまま別に組める感じがしますね。はい、では、一旦あの部品を全部開封してですね、洗浄を行って、もう順番にあのボディのサフ吹きから始めていきたいと思います。はい、ということで、冒頭申し上げた通りですけども、3週間20日ぐらいでなんとか仕上げていこうと思います。4月の10日前後ぐらいに完成レビューをお見せできたらなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。で、このチャンネルですね、あのまだ登録、チャンネル登録いただけてない方おられましたら、
ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。またこの動画がですね、少しでもいいなとか参考になると思っていただけましたら、高評価ボタンにて、お知らせいただけますと大変助かります。またコメント等でですね、感想等をいただけましたら今後の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。で、私が使ってます機材とか消耗品工具類、概要欄にですね、リンクを貼っておりますので、もし気になるなという方おられましたら、ご覧いただけたらと思います。はい、それでは次の動画でまたお会いしましょう。はい、ちょっとね、開封して洗っていこうかなと思ったんですけど、よく見たらね、これ見てください、これ曲がってましたね、ボディがね。袋開ける前に気づけよかったな。だいぶ前に買ったやつなんで歪んでますね。これ今フェラーリって作ってないですよね、多分ね。どうかな、部品請求して取り寄せれるのかな。まあ、やってみましょうか。ちょっと無理には戻してやろうかと思ったんですけど、多分ここ結構弱いん、もう弱くなってるんで、また研ぎとか入れてる時にね、歪んでしまって塗装割れたりしたらもうやる気なくなっちゃうんで、まあもう一旦これはちょっと諦めましょうか。部品請求しようか。で、また届くのまただなと思ったんですけど、もう一個あるんですよね。もう一個あるから、これを代わりに使ってやっていきましょうかね。僕部品が歪んでたこと初めてかもわかんないです。今までの買ったやつで歪んでたのって初めてかもわかんないですね。はい、ということでニューボディにちょっと切り替えてね、これでやっていこうと思います。これもジャンクパーツになっちゃうんで、ボディは1個別で部品請求で頼もうかなと思います。ちょっとね、 787B もドナー提供を一部部品受けてますんで、これ一緒にちょっと頼んでね、完全なキットとして保管しておこうと思います。いや、まさかでしたね。ちょっと確かに屋根もね、歪んでるんですよ。これがこう、ここがちょっと落ちてて、こういう風に屋根もね、こう歪んでるんですよね。なんか形気のせいかと思ったんですけど、よく見たらこんなことになってました。はい、皆様袋開ける前にちゃんと、特にボディはね、分かりやすいんで、袋開ける前にちゃんと確認をするようにしてください。はい、ということで今度こそ部品洗浄に入っていこうと思います。